はい、皆さんこんにちは。松並動物病院メディカルセンターチャンネルです。獣医師の松並です。皆さんこんにちは。今日はですね、こちら、ね、まだ誰も来てませんけど、素敵なゲストを今日呼んでます。当チャンネルで合計56万再生、まあ、バズった、獣医師の一日っていうショート動画があるんですけれど、まあ、そこでですね、まあ、主役として、登場してくださった、獣医師の方をね、今日はゲストで、お招きしていますので、それではじゃあどうぞ。こんにちは。はい、先生自己紹介の方お願いします。はい、松並動物病院の獣医師堀之内と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。このチャンネルでも実はちょこちょこ声はね出してもらってました。以前腹腔鏡動画でね。インタビュー形式でやってた時に向こう側にいた先生ですね。はい。で、堀内先生はですね、今ご紹介させていただいたように、で、獣医師の一日っていうのを先日アップさせていただいたんですけれど、まあ、そこでですね、まあ、メインを張ってくれた、先生になりますので、改めておさらいなんですけど、獣医師のね、一日を見ていただこうかなというふうに思ってますので、先生、いいですか？はい、お願いします。じゃあ、それでは皆さん、ご覧ください。どうぞ。僕は名古屋の獣医師。今日は僕の一日を紹介していこうと思います。まずは8時20分出勤。出勤したら着替えます。8時半、朝礼と朝の入院治療。朝礼後は今入院している動物の検査や治療をします。9時、午前の診察開始。予約外来の診察が始まると、次々と患者さんが来院されます。頑張って診察します。ちなみに当院のカルテは全て電子カルテです。12時、午前の診察終了。診察終了しました。さて、お昼ご飯です。13時、手術。今日の手術はお膝の手術。先輩と一緒に手術。していきます。15時半カンファレンス。手術が終わって午後の診察が始まる前に獣医師たちで症例の検討や入院中の相談などをさせてもらいます。16時午後の診察開始。区の診察スタイルは基本明るく不安を感じさせないよう丁寧かつ素早い対応を心掛けています。19時半午後の診察終了。今日もいっぱい見させていただきました。20時事務仕事。入院中の動物の健康状態などをカルテに入力して今日のお仕事は終了です。20時半退勤。今日も一日お疲れ様でした。抜群っす。演技力はもう最高ですよ。はい。今見ていただいたね、獣医師の一日、皆さんも1回2回は見ていただいたと思うんですけれど、YouTube の、ショート動画で56万回再生。TikTok の方でも43万回再生。まあ、トータル100万両方すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。100万回再生ってすごくないですか？すごいですね。すごいっすよ。100万人に見られてるってすごいっすよ。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいですよね。皆さんね、たくさんコメントいただいたんで、一つ一つ読ませていただいて、まあ、コメントを返しさせていただいたとは思うんですけれど、漏れてたらすいません。で、今日はですね、その獣医師の一日をですね、まあ、振り返りながら、深掘りを。そうですね。はい、していこうかなというふうに思ってますので、はい。で、今日ゲストで。来てもらいました。堀之内先生と一緒にやっていこうかなと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。今回見てみましょうか。はい。僕は名古屋の獣医師。今日は僕の一日を紹介していこうと思います。はい。これ。今日は僕の一日を紹介していこうと思いますね。今ちょうど映ってると思うんですけど、撮影の時のエピソードとかあります？実は、うちの猫が、はい、素材動画だと、後ろにピッと、いい感じに飛び出してくるように、なのでベッドからこう起きる瞬間、はいはい、小脇に挟んでるんです。あ、そうなんだ。一応そういう仕込みもあったんで、そうです、そうです。僕のね、一日を紹介していきたいと思いますということですね。まあ、堀之内くん、わざわざ家にね、カメラセッティングしてもらって、起床のシーンから、これ貴重ですよ。マニアにはたまらない。マニアにはたまらない、起床のシーンがありますけどね。続いていきましょうか。はい。10分出勤。出勤したら着替えます、ね。8時20分出勤ですけど、はい。いつもこんなもんですか？そうですね。はい。これぐらいですね。ちなみに僕の出勤時間知ってます？ 15? いや、もうちょい早いわ。まあ、だいたいみんな8時20分とか、うん、そのぐらいに出勤してって感じですよね。これ、画面に映ってるんですけど、はい、スタッフの方のワンちゃんが、はい、僕を追いかけたくて暴走してます。はい、あ、そうなんだ。結構仲良くしてもらってるワンちゃんなので、はいはい、結構テンション上がるしって、はい、遊ぼう遊ぼうって後ろですごい言ってます。じゃあちょっと次行きましょうか。はい、8時半、朝礼と朝の入院治療。はい、8時半ですね。朝礼と入院治療ですね。朝礼と入院治療ですね。まあ、朝礼がいつも8時半から当院は始まりますね。はい、まあ、仕切ってくれる先生がいて、まあ、その周りを、スタッフがいるんですけれど。この時は僕がこれ後ろから。そうですね。
はい、撮影させていただきました。そうですかね、うちの朝礼って、まあもう少しなんかこう、話してってもいいのかなっていうふうに思うんですけど、うん、朝礼やる病院って、どうなの？多いのかな？多い印象ですけどね。でも、ここまで規模の大きい動物病院で、やってるところやってないところあるのかなっていうふうには思うんですけど。まあ、そもそもその獣医師って、出勤してても、そのシフトによってね、朝礼に出ない先生たちもやっぱりいますからね。もちろん看護師さんとかもおそばとか、獣医師とかもおそばとかも、まあ、朝礼には出ませんので、まあ、基本的に、フルの時と早番の時っていうのが多いですけど。もうこうやってみんなで集まって、で、それぞれの部署でお休みの人を報告して、何か、また別の報告事項があったらそこでみんなで共有して、あとまあその経営理念をね、みんなでお話しさせてもらって、で、スタートっていう感じですよね。こういうシーンも、結構その、皆さんからしたら、こんなことやってるんだって、新鮮だったのかもしれないですよね。はい、仕事に対して申し送りが、情報が共有できるので。そうですよね。そんな感じで。朝礼とかをやってます。で、まあ、その朝礼の後は入院治療っていう感じですね。朝礼後は今入院している動物の検査や治療をします。入院治療を、まあ、毎朝僕らやってるんですけれど、特に入院が多い、時はですね、まあ、だいたい朝一、獣医師が4、5人いるので、まあ、4つに分かれたりとか、ね、して、それぞれの治療をしたりとか、していくんですけれど、まあ、先生もね、入院してる、ワンちゃん担当するの多いと思うんですけど、そうですね。だから入院中の朝の治療で、気をつけてることとか、なんかありますか？昨日の夜ご飯をしっかり食べれてるとかっていうところだったりとか、はいはい、まあ、排泄の部分、まあ、ワンちゃんの中でも、まあ、おむつつけるつけないだったりとか、まあ、猫さんだったらトイレにしてやるしてるしてないはあると思うんですけど、やっぱりまあ朝の一番っていうところは、そのあたりが一番大事になってくるんじゃないかなっていうところと、血液検査がある子たちなんかは、はい、まあ、病院で管理しているので、絶対絶食っていう状況で一番、そうだね。綺麗にデータが取れる、そうだね。時かなとは思うので、あとはその前日に行った治療の効果、っていうのもね、やっぱり朝チェックでね、把握できるっていうところもありますし、解放に向かっていくっていう子たちがまあ多いんですけど、やっぱりその、まあ、状態が悪い子っていうのは、まあ、悪いっていうのを把握するためには朝のね、入院治療っていうのは非常に重要になります。で、まあそれが終わってで9時ですね、午前の診察が開始されます。じゃあちょっと動画お願いします。9時、午前の診察開始。予約外来の診察が始まると、次々と患者さんが来院されます。予約外来の診察が始まると、次々と患者さんが来院されます。そうですね。多いですね、朝一はめちゃくちゃ多いですね。そうですね、朝一。予約外来っていう風に書かせてもらってるんですけど、というのは一応予約って言っても、その順番予約っていうのを採用させてもらってます。で、ウェブでできるようにはさせてもらってるんですけど、ウェブ予約が開始が8時40分からです。そうですね。病院自体のエントランスが開くのが8時25分なんですよ。なので、8時25分前から、そこにやっぱり、ザーッとね、並ばれてる。多いですね。多い人は多いですね。ありがたいですね。逆に言うと、実は恥ずかしい話、僕らが出勤するよりも前に、病院に到着して、エントランスの前で並ばれている患者さんっていうのは、やっぱり一定数いらっしゃるんですよね。で、その方々っていうのは、まあやっぱり1番乗り、2番乗りなので、ウェブ予約の方よりも上に、来られてる。だいたいでも8時40分から始まって、9時前までで、まあ多い時はやっぱり20件以上は埋まってきますね。20、30ぐらいはバーってこう、ウェブ予約がバーっとこう。なのでまあ9時からね、時間になると、診察を開始していくっていうのは、いかがですか。どうですか、診察慣れました？だいぶ慣れましたね。今、3年目ですね。結構バリバリに診察してもらってると思うんですけどね。ありがたいです。ちょっと進めましょうか。頑張って診察します。ちなみに当院のカルテは全て電子カルテです。先にちょっとこれ触れようかな。電子カルテです、はい、そうですね、電子カルテ。当院のカルテは全て電子カルテです。はい、電子カルテ化、完全電子カルテ化になりましたね。そうですね、はい、どうですか。すごい使いやすいなって思うのと、はい、ここまで早くスムーズにねえ、いけたよねっていう、多分これ同業者の方から多分もうトライアルしてもう完全に電子カルテ化してる病院さんも共感してもらえると思いますし、まあちょっとね、まだどうしてもこう紙カルテっていうのをずっと続けている病院さんも多いと思うんですけど、僕らも当初は2年ぐらいかかるかなと思ったんですよ。ただ
3ヶ月ぐらいですか、3ヶ月ぐらいで完全電子カルテができましたね。すごいですね。本当に上層部の方たちの本当にこうあの会議の賜物しかないと思うんですけど、うちの勤務医でね、あの電子カルテをもう導入したいっていうことで、精力的にうちはね、あの取引先の方と打ち合わせしてもらったりとか、あとはその院内でのね啓蒙啓発、これにかなり尽力していただいた先生がいらっしゃるんですけど、まあ、その先生のおかげと言っても過言ではないと思いますし、まあ、うちのねマネージャーっていうのがおりまして、でそのマネージャーの、先生にもねかなり頑張っていただいて、本当に早かったね。すごかったですね。ね、3ヶ月、半年かかってないもんね、3、4ヶ月ぐらいでもうガラッといきましたね。なので、もうおっぱら。いや、でも字書かなくなりましたね。いや、そうなんですよね。字、ここに僕らね、で、ボールペン刺してるんですけど、ほんと字書かなくなるんで、めちゃくちゃ字下手くそになるんですよね。はい。やっぱちょっと目もね、僕はちょっと初老なので、目が疲れやすくなったっていうのはあります。じゃあ続いていきましょうか。12時午前の診察終了、診察終了しました。さてお昼ご飯です。これね、これ午前の診察終了この時にこれ皆さん気づきました？彼が手に持ってるこの量、食べ過ぎ問題、はい、食べ過ぎ問題これこれウーバーですよね。これこの日ウーバーですね。中尾ですね。中尾これ食べ過ぎですよ。これ食べ過ぎ問題ありましたねこの日この後出てくるんですけど、はい、膝の手術がはい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 、それに向けて体力をつけなきゃと思って、エネルギーチャージ、中尾チャージしなきゃと思って、2個も食べました。2個なのか2個、2個、2個食べた。なんか、撮ってた時に、これどんだけ食べるんだよって思って俺撮ってたんだよね。2個食べたんだ。すごいね。確かこれ、うどんと、親子丼とかだったっけ、炭水化物。すごいね。12時から休憩に入って、で、一応ね、うちね、ちゃんと1時間、そうですね、しっかり休憩取りましょうっていう病院なんですよ。1時間きっかり取らされるんですよね。怒られます、ね。怒られますもんね。早く上がろうとすると怒られますからね。まあちゃんとね、それはね、しっかりみんなに、権利ですからね、休憩するっていうね。なので、まあその間ご飯食べながら、その手術の予習をしたりとか、ね、イメトレしたりとか、まあされてる先生もいらっしゃいますけど、まあ獣医師だけじゃなくてみんな、これは、1時間しっかり休憩取りましょうということで取ってます。はい、じゃあ次。13時手術、今日の手術はお膝の手術、先輩と一緒に手術していきます。そうですね、手術です、ね、まあ1時休憩終わってから、まあ、手術がだいたい1時ぐらいから始まりますね。で、今日の手術はお膝の手術ということですね。この時手術は堀本先生のね担当の、はい、ワンちゃんを僕が手術させていただいたんですけれど、その時に助手で入ってくださいましたね。これ手術シーンなんですけど、結構こういうのも、まあ、皆さん新鮮だったんじゃないですかね。うん、そうですね。ね、見れないからね、まずね。はい。これちょうど覚えてますか？これウィーンの時です。あ、僕が？はい。本当。ウィーンの時。ウィーンの時。あ、これお膝の手術なんですけど、このチャンネルのまた別の動画でお膝の手術の動画を一つだけアップしてるので、そのウィーンっていうのがそこで。あ、出てます。出てます。見てない。いやいやありますよ。手術動画で膝の手術だけ1個だけアップしてるんですよ。はい、ウィーンってやつ。結構前です。あ、ちょっと前、ちょっと前。僕は携わってこれ携わってないです。ああ、はい、携わってないです。違う先生と一緒にやってる動画なんですけど、はい、まあ、こういうね整形外科の手術もねうちもいろいろやりますけれど、はい、こういう手術のシーンっていうのも、まあ、皆さんからしたら興味があったんじゃないのかなということでご紹介させていただきました。はい、じゃあ続いて5時半カンファレンス、手術が終わって午後の診察が始まる前に獣医師たちで症例の検討や入院中の相談などをさせてもらいます。カンファレンスっていうのを行います。じゃあ、まあカンファレンスで、ね、よく仕切ってますからね。これカンファレンスについてちょっと皆さんご紹介してください。まあ、カンファレンスですその前にこれもうずっと僕自分の中で思ってることがあって、こいつは何様なんだろうなんかなんでこいつはこんな偉そうな感じなんだろうな。この動画だとカンファレンス仕切ってるの俺みたいな風になってますからね。いや、いいじゃないですか。こいつは何様なんだって。この動画の主役なんですからね。はい。まあ、こうやってね、入院中のことか、あと症例でね、困ってるようなことを、こういろんな獣医師がこう一堂に、この時間帯は、もう、早場も遅場も投資もみんなが集まるので、7人、8人ぐらいになるのかな、バーって集まるので、まあ、そうやってみんなでね、こう意見言い合ったり、相談し合ったりして、これは本当に貴重だと思います。僕もね、悩んでる症例とか、困ってる症例とかをみんなからこう、アドバイスしていただいて、はい、いつもありがとうございますっていう感じの時間帯ですね。
先生方は意見交換して、うん、でその中でやっぱり電子カルテになったのは大きいなと思って、あの子が割と近かったってなってくると、そのまますぐ検索とかができたりするので、そうですね、ありがたい部分ですよ、ね、そうですね。じゃあ次行きましょう。16時、午後の診察開始。区の診察スタイルは基本明るく、不安を感じさせないよう丁寧かつ素早い対応を心掛けています。で、午後が始まりましたね、4時ね。あれ、なんかスクラフの色変わりましたねこれね、実はですね、この動画、2日にわたって撮ってるんですよね。そうですね、はい、2日に、これ、はい、これネタバレなんですけど、今までこうね、今着てる水色だったのが、ここから何かこう、グレーにキュッとくるっと変わってね、変身してもらってっていう感じですね。これ覚えてますよ、撮影時。本当ですか。視界のこのあたり、はい、カメラ感じるんですか。あ、僕ね、これ結構リアルにドキュメント的に撮りました、うん、ちなみにこれすべてね、飼い主さんのご了承いただいてますので、はい、そこだけはちゃんとお伝えしておきますね。はい、僕の診察スタイルは基本明るく丁寧にかつ素早い対応を心がけてます。素晴らしい心がけてるだけかもしれない。いやいやいや、実際にはね、堀之内先生ってすごい、僕ね、思うのはすごい丁寧なんですよ。で、丁寧だからたくさんお話もしてるし、で、飼い主さんのお話もよく聞いてるっていう印象なんですけど、唯一突っ込むところで言うと、診察時間が長いいや、でも診察時間が長いっていうのは飼い主様から取ったらもうね、すごく安心で安全でっていうね、印象にもなりますしね。まあね、素早い対応を心がけていただいてますのでね、はい、まあ今はそういう時期だと思います。そうですね、はい、これからね、飼い主さんにもね、たくさんファンがついてきて実際ファンいるんですけどね、はい、めちゃくちゃ多いですよ。3年目でファンがいて、でかつこの貫禄ですよ素晴らしい、本当に、はい、本当にありがたい話ですね。いつもありがとうございますっていうね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと続きましょうか。19時半、午後の診察終了。今日もいっぱい見させていただきました。終わりましたね、診察。まあ、この日はフルでしたからね。そうですね。はい。この日は、はい、大変な日。そうです。ね、やっぱり診、この動画で一番多くコメント来てたのは、勤務時間長すぎっていうやつなんですけど、おっしゃる通りなんですよ。まあ、ただ、一般的な動物病院は、これが毎日続きます。早晩、遅晩、通しっていうふうに。まあ、3交代制で、いろいろ、取り組ましていただいてるんですけど、この動画をね、撮影した時は、堀之内先生はフルタイムの、時でしたので、7時半っていう風に終わりになってますけどね。どうなんですか、実際に。まだ若いんですよ。まだ20代ですよね。20です。20代っすよ。僕40代ですからね。20代なので、まあ、体力はもうゲージ超えてるでしょう。そうですね。全然余裕な、まあ、こういうこと言うのもね、変な話なんですけど、うん、もうすごく有り余ってるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど。今日はもう早晩で、はい、もう今まだ下では診察だったりとかされてると思うんですけど、はい、動画撮り終わったら、今日このまま打ちっぱなしくゴール。ゴール。もうそれが早晩のいいところだと思います。素晴らしいね。趣味に講じるっていうのは、そうですね、はい、素晴らしいと思います。まあ、そういうね、時間もね、大事だと思いますしね、早く仕事が終わった時はご飯食べに行ったり、こう打ちっぱなしに行ったりね、そうですね、はい、そういう時間を過ごしてもらえるといいかなっていう、なんやねんこれはい、じゃちょっと進めましょうか。20時、事務仕事。入院中の動物の健康状態などカルテに入力して。事務仕事はまあリアルタイムでこう、その診察したりとか、あとは入院中のね、子もね、こう治療したりとか、その後にすぐパパパパって入れるのもいいんですけど、やっぱり時間が迫ってるとちょっと溜まっちゃうんですよね。外来というか、まあ、診察が終わった後にちょっと時間30分ぐらい使ってバーッとみんなでこうカルテに入力していくっていう作業がね、そうですね、ありますね。まあでももう慣れたでしょ、だいぶね。まあだいぶ慣れましたね、あとはそのちょっと診察の話に戻っちゃうんですけど、やっぱりこうやってこうやりながらその患者さんのお話を聞くっていうのに最初抵抗があったんですよ、うん、だからやっぱりその話を聞いた後にバババババってまとめてやるっていうのもやってたんですけど、最近はね、やっぱりこう。そうですね。できるようになってきてる。なってきました、なってきました。人間ってすごいんですよ。ブラインドタッチね、強制的にね、やるようになれるんですよね。もう実際にこうやって打ちながら話を聞いてね、そうだと印象悪くないからね。そうですね。うん。で、ちょっと続いて、もう終わりですけどね。すごい終わりですね。はい。で、今日のお仕事は終了です。20時半退勤。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でしたっていうことですね。まずまた、これ戻ってましたね、最後に。行ったり来たり行ったり来たりね。まあ、その辺が素人ですからね、僕らね。はい、この動画を見た友達に
言われたのが、うん、こんなに頭下げてないでしょ。あ、お疲れ様でした。ツッコミもらいました。あ、これ下げてるじゃん。下げてるんです。下げてますよ。下げて下げてます。僕も帰るとき大概全員に、そうですね、そう、全員に声かけて、ね、あの、お疲れ様でしたっつってね、診察が終わってれば、まあそうだね、診察室の前まで来ていただいてますもんね、うん、いや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 、まああのね、そういったようなところはちゃんとねしてないと皆さん見てますからね。はい。まあ礼儀に始まってね、礼儀に終わるというのは社会人としては当たり前ですからね。はい。まあそういうね、あの、人間味があふれる個性もあるあの先生たちが松並動物病院には勤務してもらってますし、あとまあ看護師さんもね、そうです、トリマさんも、あとはドッグトレーナーも、そうです、はい、トレーナーさんたちもいますのでね、はい、もっとねこのショート動画でもいろんなね、あの、職種のあのスタッフを紹介していくつもりですしね。はい。いや、これどう先生もね、ちょいちょい登場して、そうですね、行ってもらいたいなというふうに思ってますので、この、はい、動画は本当に僕の素だと思います。ああ、でもそうかもね。全部分かってた。そうだよね。そうなんですよ。これね、ほぼ NG ないんだよ。ないんだよね。僕も、俺本当にいいのかなって思いながら。あ、そういうこと？クオリティ求めないのっていう。そう、何本か、撮影して、うん、じゃあこれを使おうかな、とかじゃないですか。まあ確かにね。選択肢1個しかない状態で全部作られたと思う。撮る側も、撮る側も、もうこの一発で決めてやろうっていうふうに撮ってるんで、はい。これ、もう、すべてノーカット。ノーカットって何か、もう NG なしで、はい、なしで、実は作り上げてもらってるんで、はい。まあそんな感じで、まあ今日はね、獣医師の1日、まあ、合計 SNS100 万回再生をしたね。もうありがとうございます。その辺、その動画についてちょっと掘り下げて、コメントさせていただきました。まあ、いわゆるその動物病院のバックヤード側のね、動画になってるんですけれど、まあそうですね、と、見せれる範囲はね、今後もね、いろいろトライして、ここで皆さんにね、共有していきたいなというふうに思ってますので、はい、引き続き、このチャンネルも含めて、お付き合いしていただければなというふうに思ってますのでね、はい。先生からもちょっと最後、コメントお願いします。はい、いつも松並動物病院メディカルセンターチャンネルをご覧の皆様、ありがとうございます。腹腔鏡動画をはじめとして、まあ、ここからも、まあ、動画投稿、様々なジャンルあると思いますけれども、続けていきますけど、またご協力させていただきますので、はい、これね、もともとは、超マニアックなチャンネルだったんですよ。すいません、申し訳ないですけど、まあ、履歴見ていただくとわかると思うんですけど、超マニアックな、ね、腹腔鏡動画っていうのをね、アップさせ続けてもらってたんですけれど、まあ、とうとうね、ちょっとその高が外れまして、そうですね。まあ、いろんなことをね、やってます。で、僕個人的なね、本の紹介をしたりとか、あとはワンちゃん連れて散歩する時散歩っていうね、とか、どうなんですかね、このコメント欄とかで、なんかやってもらいたいこととか、なんかあったら、やってもらえれば、かなりね、ね、柔軟性高い方なんで、僕らね。はい。でも、時散歩は、多分病院の、全員が驚いたと思うんですけど、あれ、時尾先生、手術が終わって、はい、ワンちゃんお部屋に戻りました。5分後ぐらいに散歩行ってくるな。そうなんですよ。時散歩、キンキンで柴犬のビビちゃんと行った散歩は、実は手術終わって5分後から始まってるんですよね。はい。まあそんな感じで気合い入ってる。あれは多分、まあまあ、みんなびっくりしたと思いますよ。そうだよね。行っちゃった、行っちゃったみたいな。本当に行ったのって。行くときは行きますよね。はい、あと最近だと YouTube ライブ。ああ、そうですね、はい。やってます。ちょっと今まで2回やって、なんか予告というか、こう、配信予定みたいなのを、ちょっとうまくよく分かってなかったので、突然やり出したりとかしちゃってるんですけど、まあ、YouTube ライブ、また、告知してから、またやろうかなっていうふうに思ってますしね。僕一人の時もありますし、まあ、堀之内先生が来たりとか、あと他のスタッフがね、ゲストとして来てもらったりとか、まあ、ただただ喋ったり、あとチャットでね、質問があったら答えるような感じでやっていこうかなと思ってますのでね。まあ、どれだけこのチャンネルのね、ニーズがあるかわかんないんですけど、どうですかね、なんかこう、もっとパーソナルなところでも深掘りしてってもいいのかなっていうふうに思ってるし、もうちょっとオーソドックスなことやれよ。なんかその病気についてとか、なんかワクチンについてとか、まあ、あとはなんか、フードとか、まあそういったような、でもね、そういうことはね、他のチャンネルでね、
他の先生がやられてますので、そちらの方はね、相場の先生のチャンネルに行って、見ていただければいいのかなっていうふうに思います。まあ、僕らのスタイルでね、それからショート動画を中心に、時々変なことしますけれど、はい、引き続き、見ていただけれるなら、はい、嬉しいなっていうふうに思ってますので、はい、この動画にもね、グッドボタンと、ね、まだチャンネル登録してないっていう方は、チャンネル登録をしていただければ幸いですので、はい、これからも応援の方よろしくお願いいたします。じゃあそれでは皆さん、はい、さようなら、はい、いってらっしゃい。おい。